はい、回ってます、回ってます。ねえ。はい。はい。何？何って、もう回ってます。はい、回ってます。言いましょう。いや、行きましょうじゃなくてね。はい。今、フジテレビのポカポカ生放送終わったのね。はい。この楽屋って、プライベートな空間なの。はい。はい。落ち着く場所。はい。すぐそこの扉の向こうまでは御礼だったのね。はい、入った瞬間に何かが変わるところなの、ここって。はい。え、あ、そうですか。わからないです。わからないですね。言ってなかったっけ、ゴレって特殊な訓練受けてて頭皮剥がせるって。たまになんか顔真っ白になったりしてるなとは思ってました。ここって頭皮剥がせる場所なの。え、ね、はい。はい。じゃあ剥がしてる。違う違う、剥がしてじゃなくて、剥がしかけた時にもうカメラが据えてあるから。はい。何なのってこと。デンマと水臭いなって思ってたんです。なんで言ってくれないんだ。水臭いな。はい。知ってたの二人とも。はい。はい。でもなんか、動画回ってる時にこういうこと言うと、はい、なんか、これが好感度上げようとしてるみたいで嫌だ。ああ、全然全然、そんなことないです。そんなことないですよ。言っていいと。はい。はい、大丈夫です。はい、お願いします。絶対変な風に編集しないでよ。はい。デンマくんとフミタくんの口座に、100万ずつ振り込んだのはゴリエです。え、やりましょう。もう言いたくなかった、自分で。好きなもの買い。容器好きなもの買い。だから言いたくなかった。うわ、ありがとうございます。そういうのは。一応後で確認しておきます。信用してないんで。確認した後に動画回すのなしだから。違うじゃないですか。来週、土曜日。はい。はい、何があるんですか？言わせてもらいます。夢の国、サンリオ、ピューロランドで。ゴリエミュージカルがあります。よっ。あー、もう1週間切ったのね。メンバーがとってもいいの。特にジェラードンとかインポッシブルとかってそんなに一緒にお仕事したことないの。はいはい。でも何でもやってくれんの。だからもうジェラードンの2人がワンナイのキャラクターを2つやってくれる。結構面白いと思う。ミュージカルですか。ミュージカル。あの、僕ネットニュースでゴリエミュージカルっていうのは見たんですけど、うん、ゴリエさんもじゃあ歌う。ゴリエは踊るにしといてください。え、ミュージカルってことはでもストーリーがあるってことですか。もちろん。それはあの作家の石原さんが考えて、そう、それでみんなで練習してっていう感じかな。今聞くストーリー、あのざっくりした流れは、設定は吉本興業本社で、あの新入社員の研修っていう場所の設定なんだけど、その先生の江戸晴美ちゃんが一生懸命教えているのに、一人の新入社員がすっごい態度悪い感じでその講習を聞いていたっていう内容。え、2個あるんですか。まず絶対そのミュージカルおもんないなっていうのが1個と、うん、今の話って実は元にしてます、うん、そう、知ってんの。はい、そうそう。僕も、なぜかその状況がフラッシュバックしたんですけど、うん、江戸晴美さんが、なんで睨んでるのって聞いたんですけど、うん、それに対して、あーって言いました。それわしやないかい。それわしやないかい。最低。あんた最低。やめてください。ちゃんと聞きなさい。若気の人の話は。僕はそんなつもりなかったんですけど、若気のすいません。あんた顔が真っ赤になりすぎなのよ。ストーリーはじゃあ、ちょっと、ま、勝って楽しみにしてる方もいる。あ、でもね、もうストーリーは発表してるから全然 OK なんだけど、はい、設定はね、スマイルシティっていう笑顔が溢れる街が舞台でも、そこの市長であるゴンザレスってやつが悪いやつで、そいつが若者から愛とか希望を奪っちゃった。で、若者たちみんな顔が死んでんの。それでそれを知らずに、隣町のラブシティのね、市長に当選したゴリエが挨拶に来る。そしたらみんなもう死んだような顔してるから、はい、その原因を突き止めて悪のゴンザレスを倒すっていう愛と希望の冒険活劇です。うわー、楽しみ。すごい楽しみですね。やっぱもう夢の国サンリオでやるから、小さなお子さんも見に来るだろうから、本当に分かりやすい。でもちゃんとゴリエのペコリナイトとかミッキーとか若いって素晴らしいとかも歌って踊りながらも、吉本の芸人さんがいっぱい出るから、吉本新喜劇のような分かりやすいお笑いが混ぜ込まれた舞台の内容となっております。
そこにキティちゃんたちも絡んでくると。キティ、シナモローグ、ハンギョと出演してくれます。わー、すごい、すごい贅沢、世界の産業だから。しかもジェラードンとかインポッシブルとか、あと丸山レイちゃんとかも自分たちの持ちネタとかあるじゃない、はい、やってくれるかも。おー、楽しみ。桜井美里ちゃんももちろん可愛いし、歌って踊ってくれるし、あと天狗のね、横山くんがね、軸となって動かしてくれるから、うん、みんなが頑張ってくれる、そういう舞台。ゴリエちゃんとハローキティちゃん、うん、ってどっちも人気なんですか。でも世界的な目で見ると人気あるのはさすがにキティちゃんなんだけど、はい、沖縄県というね、はい、小さな括りで見ると、はい、真剣に答えるならやっぱりキティちゃん。ちくしょう、ちくしょう、言わせるな。ちなみに2人は見に来るの？出れるんやって。本当に出す。喋れんの？何百人の前で。で変にいじるからな。怖っ、ほんと舞台って怖いのよ、はい、見に行ってもいいですか。そりゃ来てほしいわよ。なんならその様子とかさ、はい、撮ってもらえたら嬉しいし。あ、いいですね。そう、なんならその舞台裏とかも撮ってもらえたら嬉しいしさ、はい、あの特にジェラードンの2人、ガレッジセールのゴリ君がワンナイでやっていたキャラクターをやってくれるの。それが楽しみ。嫌じゃないって聞いたらもう逆に光栄ですって言ってくれてる、うん、それでもゴリさんに許可取ってんの。確かにゴリエちゃんいいって。ゴリさんが作ったキャラ。でもゴリ君が嘆願したみたいよ。嘆願した。もしよろしかったら。ああ、そうなんですね。あ、それやったら大丈夫。大丈夫です、うんうん、あと西本君の方がね、はい、うまいの、モノマネが。へえ、そっくり。あ、見たことありますね。そう、びっくりした、はい、あの、ゴリエちゃんの。そう、確か見たことある。僕も TikTok かなんかに出ているゴリエは本物のゴリエかどうか、そこを騙したい。結構体格違います。え、ゴリエちゃんでミュージカルって初ではないですか。18年ぶり。へー。1回お台場のワンナイスーパーミュージカルっていうのを外でやって、はい、それ以来だって。ワンナイが始まったのがもう2000年でしょ。そうそう、だもう23年。ゴリちゃんは28歳。はい、今ゴリさん51ですよ、はい、だって普通に新幹線で寝てるだけで唾が気管に入ってむせるんだ。それ28歳の時はなかったんですか。なかった。よくお年寄りがやるでしょ、苦しそうに、はい、あれ、え、あれもミュージカルで見れる。見せよう。もう本当に1週間切りました。あのやっぱり舞台というものは演者は妙な緊張感があります。例えば今日はテレビのこの番組の収録ですなんて言うとそんなに緊張しないんだけど、舞台って始まったらお客さんに全てを見られるから、失敗してもカットしてもう一回ってもできないから、そういう部分でもう頭の先から指の先までずっと気持ちが休めないっていう状況があるので、どの演者も緊張すると思います。でもその緊張がいいと思う。だから多分テレビとは違う舞台の面白さってあるから、舞台ファンっていうのがいると思いますので、もちろんゴリエが好きだから見に来たいっていう方もいると思いますが、丸山礼ちゃん、桜井美里ちゃん、ジェラードン、インポッシブル、天狗の横浜くんなどなど、みんなが一生懸命頑張って歌って楽しくみんなに笑ってもらって、ああいい時間だったなっていう非現実を味わってもらって、また明日から頑張ろうっていう風に思ってもらえたら非常に嬉しいと思いますので、本当に会いに来てください。一人でも多くの人に見に来てほしいし、ゴリエたちを生で見てほしいです。今画面で見たらわからないと思うけれども、結構生でゴリエの顔見たら本当土壁みたいな顔してるから。すっごいザラザラしてるから、そこも確認しに来て。ということで11月25日、サンリオピューロランドでお会いしましょう。じゃあね。